ここからは皆さんお待ちかね、ひげおじさんの人生レシピのコーナーです。すっかり秋竹縄になりましたね。街路樹の木の葉も少し色づいてきました。そうですね、郊外の田んぼではね、今稲刈りが真っ盛り、とっても忙しそうです。でこの稲刈り済むとすぐにね、麦まきが始まりますから、郊外の畑は静かな秋じゃなくて忙しの秋になってますね。ゆうこさんはどっちが好きですか？私ですか？どっちもいいですよね。前橋の町の中のね、ババッカーの岸にえらく忙しい秋を迎えているのがいるんです。知ってますか？いや、私ちょっとわからないんですけど。あのね、前橋ホテルの前を中央駅に向かって歩いて行って、ホテルの裏通りに曲がる角を、右へ東の方に向かって曲がっていきます。でそうするとね、ババッカーに沿った歩く人と自転車しか通れない小道に出ます。知ってますか、この小さな道。もしかして本町通りの坂下、お寺がたくさんあるあの川沿いの道でしょうか？そうなんですよ。前橋ホテルの裏からね、まず東福寺の三門前を通って、天狗坂下のね、石屋さんの横、また狭い道入っていきます。そしてね、東に進んでいくと龍光寺の唐立の池劇があって、その先は保育園。保育園の横っちょがね、陽行寺というお寺で静か御前の供養塔があります。そこを過ぎると今度はね、小光寺の三門前、細い道を歩いていくと中川小学校に出ます。でそこまで続く川沿いの小道です。とっても素敵な道です。そのババ川沿いの小道で忙しい秋を迎えているのって一体何なんですか？そうそう、前橋ホテルの裏からね、ババ川沿いの道に入ってすぐです、東福寺のね、墓地の塀のあるあたりの川岸にクサギという名前の植物が生えています。このクサギの実が今とっても忙しい秋を迎えているんです。クサギですか？どんな植物なんでしょう？漢字で書くとね、臭い木って書きます。葉っぱにね、ちょっと異様な匂い、変わった匂いがあるもんですからね、それがあんまりいい匂いじゃないもんだから、こういう名前が付けられたんだと思います。でもね、匂いがあるからって少しお根性な名前の付け方ですよね。山や野原や河原、いろんなとこにどこでも生えているクマツヅラ科という科の低木なんです。知りませんか？残念ながら私知りません。それに臭い木っていうのはあんまり歓迎できないな。ほら、今頃お庭なんかで小さな紫色の実をいっぱいつけてる紫式部っていうのは知ってます？あ、それなら知ってますよ。 2,3 ミリの小さな紫色の実が枝のあちこちに固まってついてる可愛い木ですよね。そうです、そうです。その紫式部もね、クマツヅラ科の植物です。クサギとね、うんと近い仲間ですよ。クサギも今実りの秋、たくさんの実をつけています。実はね、葉っぱのような匂いがないから大丈夫ですよ。ほう、ではそのクサギの実が忙しい秋を迎えてるっていうことなんですね。はい、そうです。クサギの実はね、白い花が落ちてからずっとね、殻に包まれています。姿を見せないんですね。そのクサギの実の殻っていうのはね、1センチよりちょっと大きいぐらい、小さなホオズキです。最初はね、薄緑色、だんだんピンクっぽい色に色づいてね、最後はエンジェがかった濃い赤紫に染まります。濃い赤紫ってちょっと魅力的ですね。とってもね、この殻自身が綺麗なんですが、もっと素敵なのはね、その殻が赤紫になって突然ね、パッと開くんです。5枚の花びらみたいになってね、殻がね、開きます。その真ん中にね、ものすごい綺麗な青色をした直径4ミリほどのまん丸な実が顔を出すんですよ。へえ、赤紫の殻から青い実ですか？そうです、真っ青な青い実、青い宝石って呼ばれてます。これが本当の青だなって、混じりっけのない天然自然の、人が全く手を加えていない本当の青、そんな感じの青です。
どんななんでしょうね。ああ、実際に見てみたいな。見てみたいでしょう。今朝ね、早起きしてね、撮ってきました。見てください、どうぞ。ああ、かわいいな。かわいいでしょう。こんな身近にね、こんな綺麗な木の実があります。ただね、街の中であんまり見られないのはね、あの葉っぱに匂いがあるからって刈り払われてしまうんですよね。それでね、街の中では見かけないんですが、ここババッカの岸ではね、毎年たくさんの実が姿を見せてくれます。本当に綺麗な青なんですよね。この青い実でね、絹糸を染めるととっても爽やかな空色に染まるんだそうです。草木染めをする皆さんはね、今頃山に入ってこの青い実をいっぱい摘んでくるんですよ。お、そうなんですか。この青い色は染料にもなるんですね。でもなんで忙しいんですか。はい、よく見てください。何に見えますか。小人に見えませんか。小人がね、ダンスしてるみたいに見えるでしょう。クサギの実が殻を破ってポッと出てきたことをね、小人がダンス始めたよって言うんです。このダンスが終わるまでクサギの実は忙しい秋を送らなくちゃいけないんです。あ、なんだか素敵な絵本の中のお話みたいですね。こんな綺麗な、ね、実が、いろんなとこになります。秋の楽しみの一つです。ぜひ身近にある天然自然の美しい色を楽しんでください。で、今日はね、そういうお話だったんで、食べ物も美しい天然自然の色のものにしました。おじさん漬物が好きなんですが、今日はおじさんが漬けている漬物の中からサゴハチという漬物を食べてもらいます。きゅうりとね、小カブを今日は漬けておきました。で、緑と白でちょっと寂しいので、うちの庭で採れたミョウガを梅酢につけたのも添えてあります。サゴハチはね、野菜の美しさ、それをね、全く損ねないで、色鮮やかな野菜をの美しさをね、そのまま食べさせてくれる、とっても素敵な漬物です。ぜひ召し上がってください。はい、あら、綺麗な色に染まってますね。ミョウガもピンク。それでは早速いただきます。まあ、小カブをいただいてるんですが、甘い。続いてちょっとキュウリいきましょう。これはですね、またキュウリの味が少し変化してますよ。そして最後ミョウガ。あ、ミョウガはすごく酸味が増してますね。なんか元々の素材の味を微妙に化学変化させるような、そんなものが私には感じられるんですけどね。あのサゴハチって漬物はね、今東京電力福島第一原子力発電所事故でとんでもない苦しみを味わわされている福島の皆さんの漬物です。おじさんのサゴハチはね、日本松市にある国田醸造というお店の手作りの漬け床を取り寄せて漬けています。これがね、国田の漬け床です。こう、確かに358と書いてサゴハチって書いてありますね。これどういう意味があるんでしょうか。これはね、塩が3、米麹が5、蒸し米が8の割合で混ぜて作った漬け床だからです。ぬか味噌のようなね、難しい手入れはいらないんです。これに少し水を足してお野菜を入れればいいだけです。匂いも少ないですから、冷蔵庫の中で美味しい漬物が簡単にできます。このサゴハチっていう漬け床はね、スズラン百貨店の地下でも、ヤオコーさんなんかのスーパーでも売ってます。説明書きを読めば誰にでもつけられますから、ぜひ試してみてください。はい、それではぜひ私もやってみたいなと思います。ひげおじさん、実は原子力発電所事故が起きた3月からずっとこの漬物を食べています。米どころのね、福島が生んだ素敵な漬物だということだけではなくて、福島の皆さんが味わっている今の苦しみを毎日忘れないように考えたいなと思ってサゴハチを食べています。とっても美味しいですから、皆さんもぜひ味わってください。そうですね、ぜひ私も毎日これを食べて祈っていきたいと思います。ひげおじさんの人生レシピのコーナーでした。